皆さんは性というものをどのようにお考えでしょうか。性という字は心が生きると書きます。人間は性別のある動物であり、胎生期からその人の生涯を終えるまで性と切り離すことができない存在であり、特に思春期は性に目覚める大切な節目の時期です。また人間の性は生殖の性に加え文化の性の側面も強く、性はその人の人格の中核部分として育まれるものと言われています。実際の人間の行動を見ると、どこからどこまでが性行動だと線引きなどできません。まさに性は生きることそのものだと思います。性の話はわざわざ取り上げなくても自然に覚えていくものだという考えもありますが、なぜ性の話をする必要があるのでしょうか。それは次の3点の理由があるからです。1点目の理由は、性を正しく理解することは命を大切にし生きることを豊かにするからです。性教育の後進国と言われている日本では、性教育を受けた経験がないという保護者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。今からでも決して遅くありません。子どもとともに性を正面から正しく理解しましょう。2点目の理由は、性の商品化や性情報の氾濫が IT 化で一層エスカレートしている現状があるからです。調査によると、子どもが影響を受けている性の情報源はメディアが多く、次いで友人です。その友人もメディアに影響されています。したがって間違った情報が子どもに届く前に科学的な正しい知識が必要になります。3点目は、増加している性犯罪ですが、普段から正しい知識を持ち性の話を親子でしている子は性犯罪の被害者加害者になりにくいことが明らかになってきています。まさに正しい知識は子どもの命と心を守ることにつながるということです。私は助産師として出産のお手伝いをさせていただいている関係もあり、この世に誕生するどの子も大切にされその子らしく幸せに生きてほしいと心から願っています。そのためには何より性的に成熟した平和な社会である必要を感じています。物心ついた 3,4 歳になると、赤ちゃんはどこから生まれるの、どうして私にはおちんちんがないのといった質問をある日突然にしてくることがあります。子どもの健やかな成長には発達に応じた性の学びを子どもたちに保障する大人の役目があります。とはいえ、いつ何を教えるかと構える必要はありません。子どもから自然に質問が出てきた時がチャンスです。突然に子どもから聞かれると動揺することがあると思います。なんでそんなこと聞くのと怒ったり不機嫌になったりしないで、肺や心臓、腸など他の大切な臓器と同じように分かりやすく伝えられると良いのですが、そうはいかない時もあります。その時は、大切なことだからまた後でゆっくりお話しするねと準備時間を子どもからもらうのもいいかもしれません。性器の名前も体の大切な部分として他の臓器と同様に科学的な名前で伝えたいものです。世界的に通じやすい言葉として、女の子の外性器をワギーナ、男の子の外性器をペニスという呼び方をお勧めします。最近は幼児向けの性教育の絵本や参考書がたくさん販売されています。良いものを選んであらかじめ子どもの周りに置いたり、お休み前などの絵本の読み聞かせに取り入れたりすると良いと思います。性に関する話では、怒らない、逃げない、ごまかさない、嘘をつかないことが大切です。特に嘘は
子どもの心を傷つけると思います。残念なことに、幼い子どもを狙った性犯罪が後を絶ちません。しかもその犯人は顔見知りの近しい人物の場合があります。日頃から子どもたちに自分の命を大切にすることの一つとして、プライベートゾーン、つまり水着で隠れる部分は命を守るために他の人が勝手に触ってはいけないところだということを伝えておく必要があります。もし誰かが勝手に触ってきたら、嫌だと言って逃げること、そして信頼できる周りの大人に話すように伝えることです。その時は、よく話してくれたね、あなたはちっとも悪くないと言って、しっかりと抱きしめてあげてください。また性被害は女の子だけでなく男の子も受けることがあり、女の子以上に受けた被害を訴えにくいということも言われています。小学校の低学年は親からのスキンシップや心の栄養が抵抗なく伝わりやすい時期です。また性交も含めた自分の命のルーツや自分の命がどのように扱われてきたかを知りたがる時期でもあります。二次成長はなぜ起こるのかを学ぶ中で、自分の命ってすごいと感じてくれます。思春期を経て大人になること、生殖期を経てやがて更年期、老年期へ移行する自分の障害像を知ることで、将来の自分の体の変化を考える機会となり、どの年代の命も同じように尊いということを理解してくれると思います。一方、心の発達では自己肯定感や自尊感情がとても大切です。実際には人の役に立った時、自分の行動が認められた時に育まれやすいと言われています。ぜひ小さなチャンスを見逃さず褒めてあげてください。人間には全く同じ人はいません。みんな違ってみんないいという言葉があります。性別は男性と女性だけではなく、どちらとも言えない性もあります。愛し合うのは男性と女性といった異性の間だけではありません。両性または同性同士の恋愛もあります。体は男性でも心は女性、反対に体は女性で心は男性という人もいます。このように性は多様であり、一人一人みんな素晴らしい個性の持ち主であります。無知や無理解のためにどこにでも存在する少数派の人たちの尊厳を傷つけることがあってはなりません。みんな違ってみんないいは個の尊厳につながる人間の基本的人権であることを分かりやすく根気強く伝えていきたいものです。小学校では特に親子で性教育を受ける機会を持つことを大切にしたいと思います。それは学校であったり科学館や地域の公民館であったり、どこでもいいのですが、子どもと一緒に参加することにより共通の性知識を得て共通の話題として自然に話すことにつながると思うので、親子を対象とした性教育への参加をお勧めします。性は恋愛、妊娠、出産などポジティブな面がたくさんあります。反対に予期しない妊娠、人工中絶、性感染症、性暴力、ストーカー、性の商品化といったネガティブな面も少なくありません。したがっていかに自分や相手を大切にできるか、そのためには性の自己決定能力が求められます。性の自己決定能力を高めるために思春期後半に伝えたいポイントは次の4点です。
1点目のポイントは、科学的な知識を通して性行動に伴う責任を理解することです。二次成長が始まり性行動が活発化する思春期の後半においては、思春期の心と体の変化、妊娠のメカニズムと避妊方法、性感染症の原因と予防、さらには親になるとはどういうことかを理解する必要があります。それらが性の自己決定能力を養い、責任ある性行動につながるからです。2点目は、二次成長以後の男の子の悩みについてです。この時期は性器の大きさ、形、性欲に関する悩みが多く、思春期電話相談の相談内容の大部分を占めています。男の子の悩みの対応は女性の電話相談員では難しいところが多々あります。母親が先輩の女性として女の子の月経相談に乗ることが望ましいように、同性の父親が男の子の成長の節目にしっかり関わることが大切だと感じています。3点目は、別れる力も性教育の一つとして身につける必要があるということです。自分と相手を尊重し、お互いの自立を促すためには関係性を断つことが望ましい場合もあります。ストーカー行為や性暴力に移行することなく、別れることを選択し実行できる力を養うこともこの時期に大切なことだと考えます。4点目は、テレビ、インターネット、新聞、雑誌などからのメッセージを主体的に読み解くメディアリテラシーを身につけることです。間違った性情報の氾濫の中でその情報を鵜呑みにするのではなく、作り手の意図を見抜き批判的に読み解く力をつけることが大切です。そのためには日常的に対話を通したコミュニケーションを大切にして、正しい情報を取得する能力を身につけさせたいものです。最後に、性を話すために大切なことをまとめてみました。まず、性の話は性器や性交に特化した話ではなく、どう生きていくかという生き方の話です。親が子供に教えるというスタイルではなく、大人も子供と一緒に学び、科学的な正しい知識で照れずに明るく楽しく話し合いましょう。次に、自尊感情が高まるような内容が大切です。おすすめは、親も子も誰もが体験してきた命の原点に戻ってみること、つまり出産です。親子を対象にした性教育で出産劇を取り入れた私たちの研究結果では、子どもの自尊感情は受講後に上昇傾向を示し、母親では顕著に上昇しました。出産劇を親子で見ることで共に命の原点に立ち戻る機会となりました。母親は、あの時はとにかく生まれてきてくれたことが嬉しくて、健康に育ってくれさえすればと思ったのに、今ではもっともっとと注文ばかりと振り返り、子供は自分が生まれた時には家族が喜んでくれたと思うと嬉しいと答え、受講後には家での性の会話が増えたという結果でした。親子を一緒に性教育を受ける機会がなくても、ぜひお家で出産の日のことを親子で語ってみてください。かけがえのない命を実感できる機会となると思います。さらには、親子、家族のコミュニケーションを大切にすることです。いくつかの研究で、性のことを家族と話す機会が多いほど性行動が慎重になるという結果が出ています。家族の中で育まれた豊かな性は親子の親密感を深め、
安心感につながると思います。また学校で行われている性教育の内容を理解しながら話すことも大切です。性教育の絵本や参考書もたくさんあるので、良いものを選んで活用しましょう。誰もが心と体の主役となり、そのかけがえのない命を大切に豊かに生きてほしい。そのためには性の話を家族のコミュニケーションの中で大切にしていただきたいと思います。